ではちょっとグループ分けでやってみましょう。鏡が見えるように立って、ちょっと後ろ側に行こうか。そうだよ、そうよ、まだこっち側、後ろに、後ろ、後で入れ替えるから。はい、はい。間違えたとしても大きく踊るのと、さっきもせいやさん言ってくれたけども、自信を持ってやるんだよ。いきます。はい、OK、次行きましょう。第2のグループ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、11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 4、105、106、107、108、109、110、111、112、
ちょっともうちょっと前行こうか。多分でもあとは練習そうですねだと思うんですけど、なんか多分今一番すごい気になったのは、みんなすごいあの覚えてないからかもしれないけど、顔がみんなすごい暗かったんだよね。なんか、まあ、わかんねえんだけどみたいな感じだったから、あの振りはもう決められたものがあるから、練習すればみんな誰だって覚えれるし、その覚えた時に大事なのがその顔を作るというか、こうなんだろう、なんかこう顔も踊ってないといけないっていうか、こう表現することってこう手と足とかそういう腰とかもいっぱいあるけど、全てのこう体顔面でも全部使えるところを使って表現するとより幅が出るし、よかったら実践してみてください。それが一番気になったところかな。はい、ごめんね、なんか偉そうに言っちゃってはい、どうでしたか。とっても楽しかったですね。はい、じゃあ美咲ちゃんです。どうだった、美咲ちゃんレッスン。もうめっちゃイケメンで、本当にかっこいい、間近で見れなくて目合わせられなくて、顔赤くなっちゃいそうだった。本当一生懸命あの覚えようとはしてたなっていうのはすごいあの感じました。全くやっぱ何もわからない状態で、はいちょっとやってくださいって言われてもやっぱ難しいと思うんで、でもやっぱそういう世界に踏み込んできてるわけじゃないですか、あの彼女たちは。だからまあそういう意識を持って、あのもっと良くなるといいなと思いました。はい、多分こう夢を叶えるっていうことは結構あの簡単にはいかないことだと思うんですけど、いいことだけしかこう口からは発さないっていう風にすると、意外とこうそれがこう脳に行って、こうマインドコントロールに勝手になっちゃってるとか、こう意識してないところでなってたりするから、そういうのをあの試してみると夢へ近づくあの一歩でもあるんじゃないかなと思います。自分を信じてあげて、いいことだけ口から発してあの、まあ、自信を持ってあのステージに臨んでグランプリ目指して頑張ってください。応援してます。